1, 2, 3。誰もが目を奪われてく。君は完璧で究極の愛の本にさえ現れない。一番星の生まれ変わり。ああその笑顔で愛してるって、誰も彼も虜にしていく。その瞳が、その言葉が嘘でも、それは完全な愛。 1, 2, 3。誰もが信じ合えてる。まさに最強で無敵な愛の弱点なんて見当たらない。一番星を宿してる。弱いとこなんて見せちゃダメダメ。知りたくないとこは見せずに、唯一無二じゃなくちゃ、いやいやそれこそ本物の愛。せーの、チャチャ。 YOASOBI のアイドル、ガズレレ流シンプル簡単サビだけバージョンやってみます。サビだけでもですね、もうひっくり返るぐらい難しいんですよ。歌のこのタイミングとメロディーラインやばいです。もうね、まず誰もが目を奪われてく。これなかなか皆さん歌ってみたらわかるけど、気持ちよく歌えませんよ。1オクターブ違うんですからね。誰もが目を奪われてく、これ一個だけ飛び抜けたこの高音、これをね、人間が歌おうと思うとね、もう至難の技です。もうこのすごいんですよ、とにかくそういうのが。あと、まあ、皆さん聞いてもらってよく、誰も彼も虜にしていく。この辺のメロディーとかも、ひっくり返りそうなメロディー。これを分析するのが大事だと思うんですけど、まずはちょっとまあ、ガズレレ簡単バージョンでやってみてください。サビだけですから。はい。ガズの、動画には歌詞とコードが出てますから、それに合わせて、ゆっくりでいいんで練習してもらって、まず1個目のゴール設定としては、ガズさんの簡単バージョンのサビと一緒に歌って演奏できたらすごいと思いますよ。簡単バージョン一応、歌えるだけでも、強烈ですから。ちなみにこれ、原曲キーですからね。YOASOBIと全く同じキーなんですよ。これは助かるでしょ？嬉しいでしょ？女性の方結構いいんじゃないかなと思って、すごい高いですからね、女性の方。男性でもちょっと厳しい。まあ、ゆっくりやってもらうしかないですね。まあ、後で解説していきますけど、ひとまずはね、コードを見ながらちょっとね、YouTube に合わせて練習していただいてもらって、まあ、もし一緒にできるようになった方、おめでとうございます。すごいですよ。できるようになった方、次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌って、どんどん歌っていくということなんですけど、これ歌詞とメロディーとコードを覚えるのも至難の技だと思いますね。まあ、なんで最初は、楽譜を見て、もう何回も何回も何百回も何千回も練習して覚えて、いずれは覚えちゃって大空に向かって歌っていくっていうのも素晴らしいと思うんですけど、まずはね、楽譜練習がいいと思います。あ、でもこのサビの楽譜どこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。ガズさんの手書きのノートに書きました。これはすごいですよ。はい、見てください。これ1番と2番のサビだけなんですけど、こんなボリュームなんですよ。強烈でしょ。これ1曲分ぐらいありますからね、サビだけで。はい。で、もうちょっとしたらこんな風に紙に写し、画面にね、大きく写して、みんなもこんな風に書いたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけれども、今便利なサービス始まってます。これです。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた YOASOBI のアイドル含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた、もう膨大な山のような曲のね、楽譜の中から、毎月5曲。お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードして、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回、全世界中のこのガズクラブメンバーが集まって、ワイワイセッション、課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会、ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい。それにね、ガズクラブメンバーの方だ
けが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるんで、そんなものも盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝7時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝7時半から365にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。アイドル夜遊びサビだけです。すごい画期的でしょ。サビだけですからね。推しの子というねアニメのオープニングソングになってます。さあ見ていきましょう。これ歌詞がすごい詰まってるんですけど、コードは進行はワンブロック2個ずつなんで結構忙しいですと。で、まあ、こんな風に写しておくのでお時間ある方は、この通りにね書いてもらうといいと思うんですけど、今ね紹介させてもらったガズクラブが今日はめちゃくちゃ役立つと思います。ガズノートの特徴は歌詞の上にこの点がついてたり、こう V がついてる、これがリズムのガイドになります。ちょっと歌ってみましょう。せーの、はい。誰もが目を奪われてく、はい、わかる。この空白のところは、休符のところは V なんですね。これがわかりやすいんですよ。君はね完璧で究極の、これでリズムが変わる。で、歌詞カードには出てないこの伸ばすところとか、この感覚で誰もガッとここ止まってるでしょ。この辺の感じとかもかなりわかりやすくなってますんで、ガズクラブ入っていただいて手書きノートをゲットしてもらうのもいいと思いますが、お時間ある方は書いていってください。で、この下に書いてある、これはかっこいいバージョンではね、このかっこいいアレンジが入ってくるんですよ。今のシンプル簡単バージョンは上の段ですと。はい。で、これオリジナルの感想として、ボディヒットとこう、タンタンタンとリズムを刻んで2ブロック。で、2番のサビをやっていくと。ちょっとこれ微妙にね、歌のメロディーラインが違ってるんですね。コード進行は一緒です。その歌のメロディーの微妙な違いが、もうひっくり返るぐらいのレベルの高さでございます。はい。いいですか？じゃあコード見ていきましょう。赤く囲ってるコードはかっこいいバージョンで出てくるんで、今隠しておきましょう。言っていきます。CAmFDmA7E7。はい。7個のコードで簡単バージョンできたんですけど、かっこいいバージョンで出てくるこの C7 も紹介しておこうかなと思います。はい。これ今映ってる7個は、浮かずれれでは、超入門コードのグループなんで安心ですよ。これは、これです。ガズレレ必須コード。私が皆さんの頭にスースー覚えられちゃう、めちゃめちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っとくんで、ガズレレ必須コード覚えてください。はい、それではですね、ちょっとかっこいいバージョンの解説に入っていく前に、メロディーのね、確認。これみんな、しかもね、YOASOBI のアイドル、テンポ結構早いんですよ。なんで、メロディーを確認しようにも、すごいテンポが早いんで、聞き取るのもちょっと大変だったんですけど、ガズさんはね、やっぱり、ね、ウクレレにこう、落とし出してやってみましたね。やっぱ今回、一番難しいなと思ったのは、途中の誰も彼も虜にしって、ここのところはねこんな感じですね。誰も彼も虜にしていく、誰も彼も虜にしていく、メロディー、これめちゃ難しいですよ。誰も彼も虜にしていく、この誰も彼も虜にしていく、このめちゃくちゃ小刻みなこのメロディーの、こういう風に分析してやりました。ちなみにタブ譜を貼っときましょう。1弦の、3535357353 2弦の350355、こんなメロディーです。タブ譜の読み方わかんない方概要欄に貼っときますから。で、ここが、まああったりとか、まあその辺のところもちょっとよく聞いてもらいたいんですけど、2番のところ、ここメロディー違うんですよ。メロディー全然違うの。2番はね、ここはね、弱いとこなんて見せちゃダメだよ、知りたくないとこは見せずに、ここはね、知りたくとこはからやると、とこは見せずに、多分を見せておきましょう。2弦の3弦の2弦の0、3弦の0、
3弦の2弦の03ですね。とこは見せずに知りたくないとこは見せずに、こんな風にガズさんは分析していきました。もうテンポがねかっこいいバージョンではこのかなり速くなるんで、まあこんなにね細かくあのなんていうの音程刻めるかわかんないけど、とにかくこの辺まあ聞きまくって練習、これでも練習してもねできない可能性もありますよ。1番のところも誰も彼も虜にしていく、これすごい難しいですから、誰も彼も虜にしていく、びっくりなんですよ。これはだからボカロっていうのがあって、ボカロだとこういうのやってくれるんですけど、夜遊びはボカロのメロディーも人間が歌っちゃうからひっくり返るっていうレベルなんですけどね。ここが面白いところですということなんですけど、じゃあここからかっこいいバージョンの解説あの入っていきます。歌の確認しっかりしてくださいね。かっこいいバージョンのコードがね、1個だけ追加。CAUG、C7 はさっき言ったんで CAUG、C と押さえといて4弦の1フレット、これが CAUG、オーギュメント。呼びます、これがね、入ってきますということなんですけど、ちょっと解説していくとね、最初からやっていこう。リズム、あ、そうだ、リズムは8ビートのチャとカッティングが混ざってる感じですね。カッティングは決めて出てくるのかな、8ビートのチャとカッティングで、やっていきます。このリズムの解説概要欄に貼っておきます。概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところの中に濃厚解説レッスン動画があるんで、そこで8ビートのチャやってみてください。今日ワンブロック2個なんで、ちょっと最初からやってみると、ワン、ツー、こんな感じでどん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 進んでいきますからね。8ビートル、ダーチャカダーチャカダーチャカ、こんな感じになると思います。8ビートルチャなんで、で究極のアイドルのとこでワンブロックコード4つ決めます。君は完璧で究極の F A マイナー、ここアイドルでね同じになる。君は完璧で究極のアイドル、かっこいいでしょ。これちょっとしたこう決めも入れていきます。はい、でその後金輪際から、まあ、次ね、一番星の生まれ変わっ、タタタ、細かいですけどここちょっとねおかず入れます。一番星の生まれ変わっ、タタタ、 A マイナーでスタタタ、ほんの一瞬芸。はい、その後ですね、難しいな、あその笑顔で愛してるで、次ですね、で誰も彼、ここメロディーラインがさっきから言ってるように一番難しいところなんです。ここで決めても一番難しいところが出てきます。ちょっとやってみると、誰も彼、 A マイナー、 C オーギュメント、 C7、 C なんです。ワンブロックコード4つです。誰も彼も取り込んでしていく、こんな感じで、ででで、みたいな、 A マイナー、 C オーギュメント、 C7、 C 一瞬芸。これであの難しいメロディーを歌おうっつうんですから、どんなのあの、誰も彼も取り組みしていく、その瞳、こんな感じです。でこの A マイナー C オーギュメント C7C っていうのもその次すぐ直後にも出てくるんですね。ちょっとその流れでやってみましょうか。誰も彼も取り組みしていく、その人、次その言葉が、ここも A マイナー C オーギュメント C7C、 嘘でもそれば安全な愛、今シンコベーションマーク、矢印マーク、この矢印はリズムが前にズコンと食い込むよということで、完全な愛のところでこのリズムが前に来て決めですね、タッ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 、ここでカッティングが登場するかなと。もう一回だから、誰も彼もからいこうか、せーの、誰も彼も取り込みしていく、その瞳が、その言葉が嘘でもそれはタッタッタダン。最後シンコベーション A7 でアップからタッタダンって伸ばします。ここはもう畳みかけてきた、速度も結構速いですからね、もう山盛りでございます。はい、で感想はカッティングでタッカッと2ブロック分、まあオリジナルの感想を入れて、まあ2番が始まっていくんですけど、演奏はね、一緒かと思いきや決めがちょっと違ってくるところがあるんです。これがまたねマニアックな感じで、最初のね、最強で無敵のアイドルまでは一緒です。次弱点なんてから言ってます。弱点なんて見当たらない、一番星もやっと知ってる、今の決めね、一番星もやっと知ってる、このちょっと引っかかる決め、これカッティングなんですよ。一番星からやってみると、ゆっくりワン、ツー、スリー、一番星もやっと知ってる、こんな感じ、 A マイナーでダーッいった後ダダダって伸ばす。もうちょっと前から弱点なんかやってみますよ、せーの、弱点なんて見当たらない、一番星もやっと知ってる、弱い
んな感じですね。A マイナーでダダダダって伸ばすところがポイントなんです。その前に、ダッダッ、E7 で、左手で音を止めるカッティングやってます。一番星をやっと、一番星をやっとし、この止め方、一番星をやっとしてる。こんな感じです。ちょっとここの決めはね、シンコペーションが入ってるね、カッティングは入りの決めなんでね、なかなかと思いますね。はい、そしてあとね、ずっと一緒なんですけど、まあさっきも言ったように、メロディーラインが違うからね。知りたくないとこは切に唯一無二じゃなくちゃ、いやいや、それこそ。ここも、それこそのところもさっきの決めと同じように E7 で、同じ決めです。それこそ、もう今度最後 A7 でね。それだった。A7 シンコペーションで A7、 はい、ここのね、2番のサビはこの E7 のところでカッティングとシンコペーションの決めが加わりました、ね、2番の方がちょっと演奏レベルは高いぞと。ただでさえもう悶絶レベルなどにさらに高くなったぞということで山盛りなんです。まず最初はゆっくりだな、これはだと思います。これ言っときますけど、アイドル夜遊びサビだけでもひっくり返るぐらいのレベルの高さですからね。歌が難しい、あと演奏の決めも難しい。まあじっくりいきましょう。でもサビがね、流れるように弾けるようになってくるとね、これ気持ちがいいんですよ。誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極の愛の現在。結構勢い乗ってくるとね、もう熱くなってきてね、テンションが高まります。なんてそこまでものにするにはかなり時間かかるかもしれないんですけど、このなんか襲いかかってくるような迫力がいいわけじゃないですか。なんで結構スピードがあるとあの感じが出るんですけど、まずはゆっくり練習でポイントポイントを抑えてできるとこからやっていくのがいいと思います。さあ、そんなことを踏まえてですね、最強のアイドル曲、まあ推しの子オープニングテーマ、よそびのアイドルガズレレ、かっこいいバージョンのサビだけバージョン、やってみる。ワン、ツー、ワン、ツー。誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極のアイドル、現れない一番星の生まれ変わり、ああその笑顔で愛してるって、誰も彼も虜にしていく、その瞳が、その言葉が嘘でもそれは完全な愛、誰もが信じ上がれてる、まさに最強で無敵な愛の弱点なんて見当たらない、一番星をやっと知ってる、弱いとこなんて見せちゃダメダメ、知りたくないとこはせずに唯一無二じゃなくちゃ、いやいや、それこそ本物の愛。せーの、チカチカ、夜遊びのアイドルガズレレ流かっこいいバージョンのサビだけですよ。これだけでももうぶっ倒れそうなぐらいな、もう勢いなんです。時間にしたら1分ぐらいなんですけども、その中にどんだけの内容が詰まってんのっていうぐらい凄まじい内容になってます。脳の活性化、これはもうね、健康のためにこれはやった方がいいと思います。知らない、この曲知らない方もね、物を取る要素が高いんで、ぜひトライしてみてください。はい、そしてですね、とうとう発売になりました。はい、こちら、簡単ウクレレソングブックのハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2です。こちら青い方は、かつて出していたソングブックの1と2が1冊になって、このちっちゃいサイズになって200曲入り。こっちのピンクの方は、かつて出していたソングブック3と4が1冊に入って200曲入り。英語サイズというかなりのコンパクトサイズになってます。持ち運びにもいいし、実家とか車の中とか職場とか、あっちに置いとくっていうのの1冊にもおすすめでございます。連れ回してください。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみて、お試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、1曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから。
あの鍵盤楽器が全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれこのガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。